お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですね、環境最強デッキをね紹介していきたいと思います。というわけでこちらになります、エレジャイでございます。もうね、このデッキ、ま、流行りすぎてて、もうマルチ上位ね3人に1人ぐらいこのデッキ使ってるんじゃないかなっていうぐらいね、メージでみんなこれ使ってます。えぐ強いです。なんか万能なんですよ。その高回転ホグとかバルーンに対しては施設とトルネードあったり、まあ重力に対してはインドラもあって、まあ施設もあるよ。で、施設とかトップするのはライトニングもあるし、小物系にはねボンバーマザニク刺さります。で、まあ単体ユニットにはまあインドラ、あとはダックプリもね、ゴボリもまあ優秀ですよというようなわけで、もう弱点がねないんですよ。ぶっちゃけ全てに勝てる可能性を持ってて、結構相性取れるものも多いというね。エレジャイ最強すぎるんでね、今ドラフトとかでもエレジャイもう取った方が勝ちみたいな感じのちょっともあるんで、そういうのもね、エレジャイ来たらぜひ取った方がいいですし、ぜひ使えるなら、ね、使った方がいいよというわけでやっていきたいと思います。さあ、というわけでやっていくんですけど、2級バルーン、最近ねなんかデッキを教えてくれる人多いんですよね。なんか僕は神器使ってますとか、こう僕は何々使ってますとか、こう 2.9 バルーンとかね、ちょっと教えてくれる人がいるのでちょっと助かりますねバルーンなら、じゃ あごぼうりあんま咲かない方がいいねとか、そういうことちょっと分かってくるんでね。まあまあまあ、ラッキーってわけで、ボンバン、スケドラ、あれ2級バルーンにスケドラなんか入ってないですからね。騙されました。はい、良くなかったです。信じちゃダメです。他人を信じたらね、何も生まれません。自分が損しかないです。多分、ラバルなのかな、スケドラ、スケドラが入ってるデッキって、マジでないんですよ、ラバルぐらいしか。でもそのラバルにナイトは入ってないんですよ。ナイト、デリバリー。まあ、なんでしょうね。なんかのデッキでしょう。さあ、これはもうね、ハシマエルじゃ行っちゃえばいいんじゃない?このマザニクもいて、ゴボリから出たゴリラくんもいるので、これも行くだけでいいんですよね。でね、迫撃砲で抑えられるんですけども、このマッチョがね、これトレーニングで、あ、アーチャーいらんかったな。このトレーニング多分なくてもよかったですね。さあ、生まれてくる豚で、みたいな感じです。さあ、エレジャイはね、一応施設がきついので、こんな感じで施設誘導されると、まあちょっと大変になってくるんですけど、このエレジャイデッキの、まあいい部分というか、結構強い部分があって、エレジャイを出さずに、お、バルーンだったんかい!戦えるんですよ。その、マザニクダクプリとか、インドラプラスのマザニクから生まれてきた豚とか、なんか、エレジャイがなくても攻めの形が完成するのがね、このデッキのちょっと、強みでございます。本当にバルーンでした、今回。バルーンだったんですけど、ちょっとなんか珍しい。珍しすぎるバルーンでしたね。これは2級なのか、そして。ちょっとわかんないんですけど。さあ、形組んでいきましょうか。エレジャイからの。で、逆サイ来たら、まあ、マザネクトルネだったり、インドラだったりで、まあ、許容してからの、カウンターできればいいかなと思うんですけど。これはちょっと逆サイを警戒しつつのね。さあ。守ります。で、インドラで、お、フリーズもあるんだ。でも、これ、インドラが残ってるので、まあ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 、一発で抑えて、このままね。で、2周目の次のエレジャイもちょっと欲しいですね、僕は。まあ、ここぐらいは吸ってもいいかも。あ、ダックプリたまたま、いい感じになればよかったな。さあ、エレジャイは、まあ、飾りみたいなもんですよ、と。これ、ケツエレジャイでよかったな。なぜ俺はダックプリを出したんだ。で、これ多分、迫撃砲だと思うんで、一回捨てて、次にね、いきます。これ来そうですね。高めで処理してあげて、こうマザニクも大事ね。豚に全部してくれるんでね。あの迫撃砲にはライトニングっていい気がしますね。で、インドラ出してあげつつ、ライト打ちますね。そしたら次相手さ、回んのかなあれ。施設。で、ボンバーとか出してあげて、スケドラとかアーチャーもうね、取れないで、ピュイッ!ああ、防衛フリーズ。いい防衛ですね、これは。この防衛フリーズによって、溶かされてしまう。いやー、防衛フリーズやだな。ね。フリーズで、なんか突破できない気がしてきた。施設取りになるけどね。で、これはね、一旦行っても、ライトニング削りとかでいいんじゃないですか。相手が、その、防衛迫撃とか、フリーズをね、この防衛で使ってくれると、いや、防衛フリーズ使わねえか。オッケー、いや、豚ナイス。豚ナイス。オッケー、オッケー。
相手がやっぱ攻めきれないんでね、フリーズを防衛で使わせれたらちょっとこっちの流れですよねって。スケダラ追加ですね、僕が嫌なのはこれ。マジで緊急動したいけど無理無理、怖え、怖すぎる。で逆サイドは大丈夫なので、僕もこっちだけ見てね、こっちだけ見て、よいしょ、さあ押さえていきましょう。でフリーズの範囲入らないようにユニット散らばせて、端前でねエレジャイ、めっちゃいいフリーズ、オープンね。でもこれはカウンターでね、この豚がいるんでね、あとライトニングかまして、ライトニングディンディディン、やべ待ってずれた、もしかして、あ当たってる、ナイス。で LJ がね、これもう防衛フリーズしなきゃね、相手は止められませんよとってなったら、僕はもうね最後あの簡単にね、もうバルーンだけになるんでね。さあというわけで、いやもう安定ですね、もうデッキはね完成度が違うんですよ、間違いなくデッキパワーです、圧倒的。さあグッドゲームというわけで、なかなかエレジャイ自体は、まあ、そんな通ってはなかった、一回通りましたけど、結構ね豚、マザレンからの豚だったり他のユニットとかもね、めちゃくちゃプレッシャー与えてて、なんかダクプリとかインドラとかもやっぱなかなか無視できないユニットだからこそ、そういったところにコストを使ってくれて、よりねエレジャイが通りやすくなったりとか、まあする感じです。あ、ヨーソイリックファイティ、これ YouTuber っすね、メキシコかどっかの人だったかな、なんかうまい、なんかバルーン、ボーラー、インドラ、ビビドラ、ランバーバルーンをよく使ってるイメージがあります。なんでフリーズがねちょっと厄介ですね、また今回のアイテムフリーズなんですけど、違ったら申し訳ないけど多分そうです、このダクプリ出すとまあボーラーとかを合わせてくるんじゃねえかなと思います。さあボーレー、いや違った、ごめんなさい。まあ、檻ってことは、エレジャイとかの可能性もありますよね。ミラー対決がね。でも今、檻を使ってるんですよ。ってことは、もう行けってことなんですよね、ぶっちゃけ。行くしかないです。あ、行け。しかもインドラ咲いてるんで、もうあの、まあ、止まんなくないですかっていう話なんですよ、相手。これが。これもうこれだけでいいんですね。さあ、トルネで引っ張ってあげて、これでもうすべてがね、すべてさよならです。オッケーオッケーオッケー。いや、つえエレジェイマジでつえ。で、ダークプリンスとかかな。でも、ダークプリも、このね、エレジェイのカウンターでダメージ受けていって、マザネクがいい感じに豚にして、みたいな。はい、これ初手ゲーです。間違いなく初手ゲーなんですけど、はい、相手が折り裂いたからね。いや、でけえ。これ逆も絶対あるんで気をつけた方がいいですよ。とりあえず折りって、なんか置いとけばいいじゃないですか。でも、とりあえず置いたら置いたで、壊れた瞬間にエレジェイ来て積むっていう。こともあります。さあダークプリでもう一回折り使わせたいんですけど、さあここは使ってこないですね、さすがに。でインドラを右端に出して施設をねこう真ん中ら辺に出すと、多分あれなんですよね、ちょうどいい感じに円に入らないんですよこのインドラが、と思ったらちょっと入っちゃったな。ちょっとこれはね防衛します。あと600なので僕はもう耐えればいいんでね、ここは無理に攻めずに、相手のマザーネクロとかね、厄介な相手にライトニングね、打っていって、もう具合もするだけだと思います。守ります。で、真ん中には、やっぱ施設でね、誘導したいので、隅っこにユニット出した方がいいです。まあ、防衛ライトでもいいですよね、ぶっちゃけ。これは飛来神？お、相手！相手もか。相手も。攻めなきゃいけないっていうのでね、ちょっと、縛っていいね。ナイス！で、まあ、ライトニングがね、来んのか？来ました。まあ来たら来たでその後ねこう守ればいい話なので、でトルネアなんか攻めに使いたい気もしないこともない。ライトニングかいいや、もう許容して、これ相手インドラが、インドラ最強、ナイス、頑張るよ頑張るよ。さあ頑張られる施設をね今使いました。っていうことはここのね、このエリジェイです、これが強いです。もう端前出してるだけです。ボンバーさよならして、ナイス？オーケーというわけでね、なんかゴブリ初手作の怖いですね。ほんとにまあバルーンとかホグとかもありますし、一応初手ゴブリだけは気をつけた方がいいかもしれないですね。今みたいなことがあるかもしれないです。お相手めっちゃトロ高いです。よろしく。これ勝てば、まあ、37ぐらいもらえます。で、どうなんだろうな。マザネクは次の環境絶対、まあ、次というか多分2ヶ月後かな。バランス調整で下方は来ると思うんですけど、
エレジャイはなんかね、エレジャイ強いけど、めっちゃ強いけど、なんか下方あんのかな、さすがにあんのかな、なんかワンチャンない気もしないこともないっていう。今回マザネクがね下方されなかったことにより、マザネク一回置かれるならこのエレジャイぐらいも全然下方されないのかなとか思いながらも、まあどうなんでしょうね。まあでも育てといた方が絶対強い。さあ来ました、インドラはちょうど咲いたタイミングなので嫌ですね。ゴールダクネです、僕の嫌いなデッキ君です。でここゴボウリがないのもちょっと嫌ですね。後ろマザネクがね、さあゴールとかします。でもダックネはねボコボコにできます。でもエリーババにボコボコにされます。しかもダックネが残っちゃうんだよな、とかで。いやナイスナイスナイス、いやよく頑張った。まあまあまあ、ここはね耐えてもらって耐えてもらって、トルネはあんま使いたくなかったけど、やばい、いやまあ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 、まあ、さあこれは、まあ、よく耐えた方じゃないでしょうか。ちょうどインドラも檻もなくて、ゴレをね溶かせなかったので、まあ、こんだけダメージ受けましたけど、まあなんとかなりそうですね。でエレジャイはやっぱゴレダクネ系には刺さるんですよ、小物系。けどあのエリババとかミニペッカとか他がきついですよね、ゴレデッキの。さあ檻置いてインドラあれば余裕で守れるでしょ。これだってもうエレジャイ蓋からのインドラとかそういうのでいいと思うんですよ。このコウモリちょっと嫌ですね。なんならこれでマザネクでもいいのか、ぶっちゃけ。まあ蓋してあげますか、一応蓋してあげればなんかいい感じになるんじゃない。でボンバーぐらい出してあげて、あのエリババをねやっぱマジで課題ですね、今回の試合の。エリババをどうやって突破していくのっていう。さあでもこのエレジャーいないというか、このユニットの攻めもねそこそこに強いよっていう。さあ走って攻めライトしたよ、オーケー、ナイス、入っていく。でインドラが焼いていくと。でここはしかも美味しくね、美味しく豚にさせてもらって、今ボンバーも冴えてるので、あファイボか、ファイブアンのかい。まあまあインドラからね、インドラからエレジャイ出すだけで、あとはエリババくんがいるので、あのエリババを突破してライトニングをぶっちゃけ打ちたいんですよね、僕は。さあ早めに来る。まあここはもしかしたら我慢かもしれないですね、ほどほどに。いやほどほどに、ほどほどにとは、ほどほどにのつもりがすごい刺さっていく。でまあマザネクとかも適当に追加しちゃいましょう、どうせ相手にダクネとかね。オッケーオッケーオッケー、受けれないんでね。ナイスグッドゲーム OP です。もうマジでマジで本当にこれだけはねデッキ超強いの、絶対使って。さあよろしく。おジェラちゃんだ。ねアウトロードリルのめっちゃ小物デッキです。なんかコウモリギャングとか、なんか超小物いっぱいデッキだった気がします。で施設が、まあドリルか、ドリルが入ってるような、あそうですそうです、そういうなんかねちょっと嫌なデッキですね。ちょうど今範囲攻撃がいない。でエレジャイは、まあ、ドリルを裂いてたら刺さりそうな気がする。だからこのドリルを壊すようにエレジャイで受ければこれいいんじゃない。しかもゴリラ来た、ナイス。でアウトローはまあシャーなしで、ここに施設もう一回通んない、来たいけどアウトロー裂いてるからね。あ、で、こうやってドリルを回すのかな？さあ、豚にしながらね。豚にしながら、エレジャイがそこそこに入るよ。いや、強いね。当たり前に強いね。オッケーオッケーオッケー。これ、ちょっと、なんか、これで受けたいですね。エレジャイで基本的に受けていきたいですね、相手のドリル。まあ、ダックプリもボンバーもあるから、意外と受けとしては優秀っちゃ優秀ではあるけど、さあ、ボンバー。相手も次からドリル、で攻めてこないですね。わすげえ、めっちゃ攻めていた。さあトルネで耐えましょう。でドリル使ったからエリジャー行きたいけど、まだ序盤なんでね、コストがないので攻めれないですね。2枚タイム入れば俺の方が熱そうですね。序盤耐えれるかどうか。アウトローボーイ全て受けるじゃん。優秀すぎやろあいつ。でスケバルとかもね厄介ですよね。まあ、このファイスピアもシャアなしっすね。入ります、範囲が広い。で、ファイボーありましたね。ファイボーあったから、ちょっとマザネクもね、なかなか輝きにくいよと。同サイドにね、導きたいんですよね、僕は。さあ、来ましたね。さあ、同サイドにね、導きます。で、これは、もうボンバーでいい感じに、いい、ナイスナイスです。ナイスナイスです。耐えろ耐えろ耐えろ。ナイス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 。
で相手無理やり回してくんのかな、多分回してきそうですね。1枚2枚3枚いや回りますね。でドリルか。でもライト打てばいいからな、意外と。いや硬いね、でも結構硬いね。いやでもいやそれ以上に LJ が強い。しかも豚も頑張ってる。オッケーオッケー、熱いね、めっちゃ熱いよ。多分逆サイスケバレコモリドリルとかだと思うんですよ、こんなん確定です。落としてあげて、マザニク出してあげて、これボンバ大丈夫かな、君ちょっと心配になったんだね。オッケー、相手あと俺は400でしょ。ライトニング取るね、圏内ぐらいなんじゃないですか。豚からのライトニングで、あ逆が落ちる。さあ取るねで落としてもらって、ナイスっていうね、本当にもう相性ゲーですね。デッキパワーでございます、ナイス。さあなんか今の間でめっちゃトロ上がってる気がする。すげえ連勝してる。 LJ はない、まあまあまあ守りからね。でインドラとかはね、やっぱ空で大事だからね、あんま避けたくないっすよね。序盤避くならダックプリボンバー、まあゴボリ、そのあたりかなと思うんですけど、マーサニクワンチいいのかな、どうだろう。まあダックプリぐらい頑張いか。さあダックプリ流して、相手が何を出してくるかですね。ランボってことはまあゴレかバルーンのほぼ2択だと思うんですよ。ゴレかバルーン2択か、エレジャイハイコン欲しいな。これフリーズワンチャン来ますよ、マジで。ほんとに。いや、怖え。何避けばいいんだろうな。あんま避けたく、あんま避けたくねえんだよな。まだバルーンかもしれない。タルババルって珍しいんですよ、ゴレで、最近。ゴレみんな今ボンバーなんですよ。だから、バルーンの方が濃い気もする。ドラドラボーラーとかかな。ライドラ型か、ああ、ライドラ型ですね。ベビドラ型かってとこなんですけど、ライドラインドかな、多分。多分ライドラインドだと思うんですよ。いや、これちょっとむずいな。もう一個来たらライト打てるんだけど。これはいいライトです。ナイス！まあ、金起動ちょっとバルーンで狙いたいですよね。で、ライドラいるからね。インドラは輝かないんですけど、逆にライドラはライトニングの餌なので、ボコボコにできます。よし。で、インドラいない時のエリジェイが最強だと思うんだよな。これインドラフリーズされて、エリジェイって溶かされちゃうんですよ。だからまあ今この、これはチャンスなんですよね。ここでインドラ受けたら、あれだはここでフリーズをしなきゃいけないんだけど、タワーが攻撃してるから、タワーとエリジェイね、巻き込めないところに出してあげて、ここもう、ルッチャンスタイム。来た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 。ナイス。あ、これね。このフリーズ防衛ですよ。エリジャイって意外となんかフリーズ防衛されるとね、なんか脆いですよね、思ったより。さあ、相手にいい防衛がね、見えちゃいましたが、まあ、ユニットからのエリジャイでぶっ破したい感すげえあるんですよね、これ。行っていい気がするんだけどな、行かない方がいい気もするんだよな。悩んだけど行っちゃおう。ちょっと剥がしちゃおうかな。いや、これ、やったか、もしかして、私。私、もしかして、やりましたか。いや、でも、ライトニングが刺さりすぎる。で、今、トルネ裂いちゃったからな。やばいやばい。回る？回んね。いや、回して。よし。回って、回って、回って。最悪、一発。一発入るか。お、待って、インドラ、インドラがある。待って。オッケーオッケー。ラッキー、ラッキー、ラッキー、ラッキー。これはでかい。僕はちょっとね、左にシフトチェンジしようかな。やっぱカウンターがね、嫌ですね。ああいう感じの。フリーズからのみたいな。さあ、来る。ちょっと相手狙ってますね。来んのかな、これ。さあ、一回来た。で、この、マジ、ライドラすげえ厄介なんですよね。まあ、耐えてもらって、もう一回キングに吸って、さあさあさあ、耐えればするよね。で、ライドラーにね、ライトニングも打ちてえし、インドラもライトでボコしたいんですよね。どっちに使って、両方に打てるともっといいんですけど、ちょっと逆サイにもね、あ、マジか。これはもう、ライトボーイしかない。おい、おい、待って待って、ボコボコボコ。ボコボコ、マジでボコボコ。なんか、いろいろバカ、いろいろバカ、いろいろバカ。え？ナイス？耐えた。いや、相手このダックプリムシでめっちゃ攻めてきてんな。さあ、ちょっと。
ダクプリ攻めなきゃいけねえな。370でしょ。防衛ライトしたいんですけど、攻めでやっぱ打ちたいから、防衛で使っちゃうと突破できないっていうのがあるんだね。まあ、こっからっすね。ほんと両サイ狙って。ユニット残して、ちょっといろんなところでプレッシャーかけていきます。フリーズ来そう。いやー、来ないー。あと20秒しかない。そんなバカな。20秒しかないっすね。もう行くしかないっすね。あ、まさか。くさ。くそ。これ、でも意外とちょっときついんですよ。このインドラフリーズですね。インドラフリーズをやっぱなかなか突破できないよねっていう。相手の攻めもぶっちゃけ通んないんですけどね。インドラには相性がいいんですけど、インドラフリーズになると逆に相性が悪くなるってやつですね。よろしく。いや、相手取る高えな。枯れたペッカスタンプ。見ていく。さあ、ウォールブレイカーだ。ウォールブレイカーもう、ま、めっちゃいるわけではないからな。ちょっとレア、お今、ボンバーの爆弾届いてたっすけどね。疑惑な。ギガー来てもおかしくないよなとか思いながら。いや、このマズネクいらんかったな、絶対。何も豚にしないじゃん。ほんと、使えんな。何やってんだよ。さあ、イリババア。イリババウォールブレイカー。まあ、トルネぐらいでね、耐えましょうか。イリババ厄介ですね。で、施設もあると思うんですよ。だから、施設。イリババが厄介。ああ、うん、もしかしたらあれかもね、メガナイトなのかな。なんかドリルとエリババで、あ、メガナイトですね。ってことは、もうインドラで焦がしましょう。エレキじゃなかったら、もう、ま、勝ちです。エレキだったら、ボンバーで添えます。よいしょ。OK。あ、エレキだ。エレキだけど、あ、なんかもう、うん、ボンバーもうちょっと、もうちょっと頑張れ。なんかもうちょっと頑張ってほしいな。さあ、ちょっと攻めたことによって気持ちピンチです。で、ドリルの受けがないので、これキング起動して耐えますか。あ、なんであっち行ったん。いや、連れてくるんかい。気合いの。いや、うまい。そのウォールブレイカー受けうまい。いや、やばい。マジか。痛いね。あ、でもこっちのゴブリンも入らないというわけで、ちょっと嫌ですね。エリババとゴボリが入ってるのが嫌だな。てか、あのゴブリンキングキドできるんだな。ね、ゴリゴリのあれキングキドできちゃったからびっくりしたな。これはもうね、気合で一本なんとかなるもんですからね。まあ、問題は、インドラにエリキもあって、このエリジャイにエリババもあの子もあるってことなんですよ。だからこの一周目は結構多分きついかもしれないですね。突破するのが。次かもしれないですね。僕の本命は2周目かもしれないです。ファイボとかがなさそうなので、こういったマザネクとかは強いっすよね。よしよしよし。でね、ちょっとこう、狙ってからの、で、あとはライトを構えるが正解なのかな？どうなんだろうな。ユニットで押し切るでもいいんですけど。よし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 。なんか、タギが悪いぞ。7秒ある。7秒。エレキ。これ、間に合って、マジで。間に合えよーい、間に合ってくれよーっていうね。いや、これ、ちょっと勝ちたいな。いい攻めの形はできてたんですけどね。逃げ切られましたね。序盤に1本もらえたのが痛かったのかなと。さあ、よろしく。あ、この人はね、よく迫撃、なんか、迫撃スケラとか、迫撃スケラなんだけど、なんかコウモリ入れたりとか、なんか結構細かい系が好きなプレイヤーな印象があります。今のところゴブドリファイスクなので、まあ高回転のゴブドリデッキかな？バルキリーですね。そうですね。まあインドからの。で、ゴブドリ最低も多分テスラがあると思うんですけど、どうだろう。そこはまだ、どっちだ？マザネク強いね。テスラありますね。
テスラで全て持ってかれるな。で、テスラとドリルの2枚あると、やっぱなかなかエレジェイが通らないので、エレジェイを通すよりかは、エレジェイの後衛を通すイメージでいきたいですね。さあ、ケツエレジェイ。学祭来たらダックプリで受けようかな。で、見てからでもいいです。これなんかついでで、ああ、これは、ウォールブレイカーの爆破でダックプリを倒そうっていう。いや、でも、入ってね、熱い、入ってね、熱くて、ここ、もうユニットぶっぱでいいと思います。あのテスラ、ナイスね、ええぐヤンキーエレジェイ来た、勝ちました。はい。相手、テスラ、釣れるっすけどね。普通は釣れるんすけど、一回引っこ抜かれたことによって、引っこ抜かれた潜ったことによってね。できー、こんなんもう許容でいいっすよね。オッケー、もう守るだけっす。守るだけ。一番簡単。で、一番難しいやつ。守るだけが一番難くないっすか。最後、守れば勝ちっていうとこ、守れず、基本追いつかれてみたいな、よくあるっすからね。守るだけの時こそ、意外とこう、攻めることもね、忘れずにやっていかないと、持っていかれますからね。で、ドリルが、こんにちは、してくるよ。警戒して、相手は逆に攻めるしかないんでね。めっちゃ攻めてきます。えぐいぐらい攻めてきます。いや、ナイス。ナイス。で、引き付いたらこれだけでカウンターっていうね。でもこれにね、ライトニングとか打って、ディーン、ディーン。相手受けがきついよ。松ネク出してもいいけど、どうせバラキリいるしなって思いながら。さあ、ファイブ防衛。もうこれは勝ったんじゃない ?25 秒よ。守るだけよ、俺。こっちに来るね。で、これ、オールブレイクでしょ?はい、ナイス!オッケー。勝ち確。いや、エレジェイな。もうなんか釣れなかった時の、やばいっすよね。ワンパンっすよ、だって。ワンミスワンパンゲーミング。さあ、ナイス。トルネでね、ボンバーとかも持っていってあげて、オーゲインジジングってゲームと。いうわけでね、エレジェイ、マジこれが今一番強いです。環境を通してみても、一番強いと思いますので、ぜひね、皆さん使ってみてください。というわけでおります。よければ、チャンネル登録、高評価もね、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。